野菜が美味しすぎるレシピ。ズッキーニは薄切りに、かぼちゃは薄切りにしたものを3等分に切ります。薄切り豚バラ肉は野菜に合わせてキッチンバサミでカットしてください。調味料をすべて合わせて焼肉のタレを作ります。今回は生のニンニクを使ったんですが、チューブの方が焼肉のタレっぽくなります。野菜と薄切り豚バラ肉を交互に重ねて、とにかく保存容器にぎゅうぎゅうに詰めます。そこに焼肉のタレをかけて電子レンジで加熱すれば出来上がりです。野菜と肉の旨味がぎゅっと詰まった料理。レンジで蒸すことで肉の脂も程よく落ちるので、重くならずにたっぷり食べられちゃいます。